第9管区海上保安本部は、新潟県新潟市に本部を置く、海上保安庁の管区海上保安本部の一つである。主に、東北地方南部から北陸地方にかけての日本海沿岸、並びに、新潟県、富山県、石川県、長野県を管轄区域とする。略称は九管、英語表記はジョナ t h Regional Coast Guard Head Quarters。本部は、 新潟県新潟市中央区三崎町一丁目の新潟三崎合同庁舎2号館にあり、下部組織として四つの海上保安部、四つの海上保安所、分室、航空基地一箇所を有する。第九管区の管轄は、沿岸部に限れば、新潟、富山、石川の三県のみであるが、東北地方の沖合も活動水域になっており、朝鮮民主主義人民共和国と、 国境海域を接する治安の最前線である。そのため、工作船対処用の最新鋭巡視船が配備され、パトロールに当たっており、関区外の坂田港や秋田港の岸壁に、第9管区の巡視船が停泊していることがある。管内ではかつて、北朝鮮工作員による数多くの拉致事件が起こり、のと半島沖不審船事件も発生した。近年では、 韓国の不法漁民による穴子密漁による漁業被害や排他的経済水域の大和帯周辺で北朝鮮漁船による違法操業などに対する漁業監視が主な任務となっている。また、管轄区域沿岸の市が原子力発電所や柏崎、刈羽原子力発電所周辺海域の警備も行っている。以下、自治体の名称は当時のもので記載している。 第9艦区海上保安本部が所在する新潟三崎合同庁舎2号艦9艦は、軽1 8隻の巡視船艇を保有しているが、主要なものを以下に挙げる。新潟海上保安部伏木海上保安部金沢、海上保安部七尾海上保安部9艦は、固定翼機2機、回転翼機3機を保有している。新潟海上保安部新潟航空基地、ありがとうございます。